じゃあ皆様こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。ルネッサンス期と現代文明、大雑把にイタリアのルネッサンス期、14世紀から16世紀についてお話ししますと、北イタリアトスカーナ地方で偉大な文化の発展により当時大きな経済力を持っていました。1453年に東ローマ帝国が滅亡し、それによって東ローマから多くの知識のある研究者たちがイタリアへ亡命してきました。彼らギリシャ人によって多くの文化が流入し、書物や絵画、建築、彫刻などと学ぶことができました。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロなどは現代においても知らない人はいませんね。また音楽の分野でも数多くの天才が生まれています。科学者のガリレオ・ガリレイの息子であるウィンチェンツォ・ガリレイもその一人です。とても華やかで豊かな時代、まさに黄金時代でした。このような時代も次第に陰りを見せ始め、文化の中心がイタリアからフランスの北方の国へ移っていきました。また国内の分裂やイタリア戦線後の政治社会の近代化の遅れなどが原因となり、文化や研究も困難になり終焉を迎えることになりました。この時代をふと考えたときに、私個人の思いとして何か現代の文明を思わせるような流れがあるように感じました。というのも、ご存知のように秒単位で次々と新しい文化が生まれています。テレビやラジオの時代はまださほど早くは感じませんでしたが、ここ10年間で目まぐるしくあらゆる分野で進化進歩しています。とても便利で生活しやすく、医療分野では移植やDNA による治療が進んで寿命までがどんどん伸びています。ルネッサンス期以上に早い流れで文化が進んでいるように思います。ただこのまま進んでいって、さらに便利になって人間が生活しやすくなるのでしょうか。それらの進歩が逆に人間の生活を苦しめるような事態は起こらないでしょうか。数年前から AI 人工知能と人間との知能比べ、人工知能と人間との知能比べを行っているようですが、遅からず人間が負ける時が来ますね。その時に私たちはどのように対処していけばいいのでしょうか。もちろんすでに騒がれているロボットの代用による失業者の増加も大きな問題ですが、どれほど素晴らしく発展した文化も必ず滅びる時はやってきます。新たな文化の構築よりも、むしろやってくるであろう文明の波にどうやって上手に乗って生きていくかを模索した方が賢明かもしれませんね。